ジュゼッペ・モッタ・ジュゼッペ・モッタは、スイスの政治家。第一次世界大戦終結直後から、第二次世界大戦開始直後まで長くスイスの外務大臣を務めた。スイスで、唯一のイタリア語を公用語とするティチーノ州出身の、モッタはカトリック保守人民党から1911年に政府閣僚に任命され、以後30年間その職にあった。特に第一次世界大戦後は、 外務大臣を20年近くにわたって務めたため、モった外交と称されたほどである。モったは1920年にスイスの国際連盟加盟を実現させ、多くのヨーロッパ諸国と仲裁協定を結んで、国際社会での仲裁役を自ら積極的に買って出ることで、スイスの国際的威信を高めた。また、自らも熱心なカトリック信徒であったこともあり、バチカンとの関係強化にも、 積極的であった。だが、同時に徹底的な反共主義者であったため、1925年に一方的にソビエト連邦との国交を破棄した。さらに人国イタリアとの関係を重視するあまり、ムッソリーニのエチオピア併合を真っ先に支持して、1938年には国際連盟は国際紛争に無力であるとして、脱退を表明するのである。 だが、イタリアとの協調路線を取るモッタも、イタリアとナチスドイツが同盟を結んで、スイスに圧力をかけ始めるとこれに激しく反発、アンリ義ザーンを軍の司令官に任じて徹底した、武装中立路線へと方向を転換させた。小国、スイスの外相として、徹底した、実技重視、日和見主義を取ったことで複雑な国際政治の中で、 スイスを生き延びさせることができたことに関しては高く評価されている。だが、彼の個人的な考えによって外交政策が決定されてしまい、スイスにとって真の国益にかなった外交政策を取れていたのかという疑問も指摘されている。そのため、戦後のスイスでは連邦議会の外交委員会の外務省に対する監督が強化され、 もっとのような外務大臣による先見的な外交手法は否定されるようになるのである。ありがとうございます。